高木先生、ご紹介ありがとうございます。ご紹介いただきました井田でございます。私 NBDC の、倫理委員会の座長をしているんですけど、こういうところで話しするようにというお招きいただいて、大変貴重な機会をいただきましてありがとうございます。私がゲノムに手を染めるというか泥沼に足を突っ込んだというのが正しいかなと思うんですけど、のは1996年にユネスコでヒトゲノムと人権に関する世界宣言というのを作っている最後の段階でユネスコの委員会の委員になりまして、それからずっと関わっている、20年ちょっとですが、で、その関係で先ほど少しご紹介いただいた日本の国内の、いろんな委員会に出ておりまして、ゲノムについての、関わりは、1999年2000年あたりだったと思いますが、いわゆるミレニアム指針が作られるその時からずっと、指針やら法律やら生命倫理に関連するいろんな新しいルールを作るのに関わってきておりました。最近はもう厚労省もから文部科学省も10年以上委員を務めてはいけないということになっておりますので、今は研究振興局にはあまり足を向けないで高等教育局の方に足を向けているという状況でございます。で、今日、お話をしようと思っておりますのは、個人情報保護法の、詳しい説明はもう何とも先生方はご存知だと思いますので、これまでの、その個人情報の保護、特にデータベースなりバイオバンクなりに関連をして、個人情報の保護の、考え方がどうなってきて、それからこれからどうするのかということを少しお話をできればと思っております。前置きが長いですが、で、個人情報保護という問題のにおけるバイオデータの位置づけなんですが、データというのはいわゆる情報でございます。バイオの情報が極めてさまざまな種類がある。一応人間に限定して今考えておりますけれども、ゲノムのデータもあればですね、いろんなその他のいわゆる医療情報とか、それから関連する環境情報とか、そういういろんなデータがございます。で、そのさまざまな種類のデータのうち、情報のうち、その最たるものがやはり遺伝情報ではないかというふうに思っておりまして、究極の個人情報だと言われるゆえんであります。で、なぜ究極かというと、先生方ご承知のようにゲノム情報というのは個別性、普遍性、遺伝性、共有性、予測性というこういう、5つの化学特性を持っていると。これを全部持っているのはおそらくゲノムのデータだけかと思います。で、したがって、バイオデータに関する個人情報保護というときには、遺伝情報、つまり一番難しいというかですね、考えておかないといけないところを軸にして、おけば、その他の人情報に関連する個人情報保護もカバーできるというふうに私は考えております。で、そういう立場から統合データベースの活用における個人情報の保護の考え方という、今日のお話にしましても、特にゲノムに関連して、個人情報保護法を改正されましたけれども、そこでの個人情報保護の在り方について少しお話をできればと思っております。で、データそのものに入る前にですね、今やはりもちろん生命科学においてデータ情報というのは極めて重要ですけれども、同時に日本政府が言い出したことですけれども、
ソサエティ 5.0 においては、情報の活用とそれに関連する個人の保護というのは非常に重要になってきております。 5.0 というのはですね、ソサエティ 1.0 というのは狩猟社会、2.0 が農耕社会、3.0 が工業社会で、そこまでがどちらかというとデータではなくて物の社会、物中心の社会なんですね。でそれが 4.0 になると情報社会、だいたい1990年代以降が情報社会とこれまで言われてきておりますけれども、物に代わって情報が社会を動かす軸になってきている。で、5.0 になるとそれが超スマート社会というふうに政府が言ってるんですけれども、いわゆる ICT と、から IoT、これによって、社会の在り方を変化を与えていくんだ、大きな変化を与えるんだということが言われています。でこのことは2016年に作られた第5期の科学技術政策基本計画の中にも書かれています。で、したがってこういうその社会の変化、進化といった方がいいのかもしれませんが、それを考えますと物よりもやはり情報の方が今は重要な時期に来ている。で、人間の体のことを考えますとですね、身体の保護っていうのは確かにその、いわゆる肉体を保護するということではあるにしても、身体というのは基本的にはその情報が詰まっているある種の倉庫であると。で身体の機能というのはまさにそのそこにある情報がさまざまに働いて、機能しているというふうに考えられます。で、そういう意味で情報としての人間とか個人という捉え方をこのソサエティ 5.0 ではしていかないといけないのではないかと。で、その中心にバイオをとりわけゲノム情報があるんだと考えることができます。でじゃあなぜその個人情報を保護しないといけないのかと、どういうふうに保護するのかということと合わせてですけれども、個人情報保護法ができたとき、もう14年ぐらいになりますか、2004年にできたときに、みんな考えたのはですね、個人情報が漏れると大変なことになるから隠せと、あまりにも過剰な反応というかですね、過剰なマイナスの反応が出てきたんですね。でところが実は個人情報保護法を最初からずっと、ここは法学の学会ではないので先生方あまりお読みになったことはないかもしれませんけれども、第一条を見ていただくとですね、高度情報通信社会の中で個人情報を利用するということが非常に大きな福利を社会に与えるんだということが書かれています。でそれが個人情報保護法の目的であって、個人情報を隠せという、もしくは個人情報を使ってはいけないという、どちらかというとその禁止的な目的の情報ではないのであります。個人情報保護法というのはその名前が個人情報の保護に関する法律という、保護という言葉は入っていますけれども、個人情報を適切な形で効果的に使えばさまざまなプラスが世の中に出てくるんだ、とりわけ医療についてはですね、ゲノム医療なんかはその最先端だと思いますけれども、それをやるためには個人情報をうまく利用していくべきである。で、そういうことが本来の目的で、だから個情報の第一条にはですね、個人情報の適正な利用によって産業を創出する、そして豊かな国民生活を実現するということが書かれています。で、したがって個人情報を使ってはいけませんという法律ではないということが、なかなかうまく理解されていないというふうに思われます。おそらく先生方の中にもですね、個人情報保護法というのは使っちゃいかんと書いてあるんだろうと思われる方少なくないのではないかと思います。
むしろ個人の権利とか利益を守りながら、どういうふうにして効果的に個人情報を活用していくかということを考える、まあ、そういう仕組みを作っているのが個人情報の保護法でございます。で、したがって逆に言えば、個人情報を保護さえしていれば、保護さえという言い方はおかしいのですが、個人情報が保護されていれば、その個人情報はさまざまな分野でどんどん利用してくださいということであるわけですね。で、個人情報の保護法の第一条には、確かにその個人の権利利益の保護ということも最後の方に、まあ、念のために書かれておりまして、第一条の中にはですね、個人の情報が他の人に知られ利用、まあ、悪用乱用されることによって本人に権利侵害、まあ、特に人権侵害とか不利益が生じないようにする、これが個人情報保護法の本来の目的でありまして、それがなければですね、個人情報は極めて重要な価値を持っているデータだというふうに言うことができます。で、この個人の権利利益の保護という中でやっぱり一番重たいのは人権侵害が起こる、とりわけ差別とかですね、決めつけ、こういったことが人権侵害に当たるわけですね。で、差別もいろんな形の差別がありまして、個人に対する差別もあれば、集団に対する差別、例えばあの人は何々人だからっていうような差別とかですね、あの集落に住んでいる人たちはっていうような言い方とかですね、そういったことも含めて差別でありますし、決めつけっていうのは、あの人の遺伝情報はこうだから、あの人はきっとこうだとかですね、家系上こういう人たちが家族の中に多いから、あの人もきっとそうだという、スティグマタイゼーションって言いますが、こういうことが実際に起きますし、起きているということはご承知の通りだと思います。実はゲノム研究、参照指針が作られる頃にですね、ゲノム研究をやろうとされていた研究者の中で、その研究者がおられる地域、地方といった方がいいかもしれませんが、でゲノムとか遺伝の話をするのはタブーだと言われていたことがございます。でそれはそういうあの村に住んでいる人はとか、あの人たちはこういう種族というかですね、トライブだからというような言い方で、そのことがもし遺伝情報として明らかになってしまうと、差別がもっとすごくなるということで、日本の中である地方ではゲノムとか遺伝の研究はなかなかやりにくかった時代がございます。最近はそうではなくなっているようですけれども、で、実は日本には差別禁止法というのがございません、アメリカにはですね、遺伝情報を用いて差別をすることに対する禁止法がございます、GINA とよく言われますが、ジェネティックインフォメーションノンディスクリミネーションアクトというのがございます。日本は差別が起きたらどうするかというと、起きてから後で損害賠償請求を求めるということしかできません。したがって、それを刑罰でもってですね、予防的に止めるということができないので、人権侵害、とりわけ個人情報を用いた人権侵害というのには非常に注意を払う必要があるということになります。で、差別とか決めつけの原因になるのは他の人と違うということなんですが、他の人と違うというのはいいことだというふうに常に考えていただけるといいんですけれども、いわゆる多様性というのはいい方向で考えていただけるのはいいですけれども、私たちと違うんだということがマイナスに働いた場合に、いわゆる優劣が表に出てくる。ナチスドイツがユダヤ人を虐殺したというのはまさに、この思想になります。したがってそれが疾患とか、もしくは
異常、障害、そういったものに差別が用いられる。その原因が例えば遺伝情報に基づく、例えば遺伝性の疾患であるということになると十分に留意しておかないとですね、差別が生じ、したがって人権侵害が起こる。だから個人情報を保護する必要があるということになります。で、従来の我が国の倫理規範、生命ゲノムだけじゃなくて生命科学における倫理規範、倫理審査の対象になっているような研究に関する倫理規範の場合には、基本的に本人の同意があれば自由に検体は利用できるというふうに考えてこられました。つまりマテリアルとしての細胞とか組織、臓器なんかは、もう人間の体から離れてしまっているので、それはものだというふうに、研究者の方は考えられる場合が多いと思います。でところが実は法学にしてもそうですし、倫理学にしてもそうですが、人格論、パーソン論という言い方をしますけれども、そういう学説がありまして、身体は全体として一つの人格を持っているので、体からある部分が離れてもそれは体の一部として、その人の人格として外へ出ていくんだと。でしたがって物はですね、その体の中にある場合、皮膚にしてもそうですし心臓にしてもそうですけれども、離れてしまうと人とは、人間の体とは違う存在になるんですけれども、人格論に立てば人間の体の一部はいつまでたってもその人の一部としてずっと最後まで、それがなくなるまでですね、本人の一部として考えられる。でだから同意によって、同意が与えられて、研究ができるとしても、その同意の範囲内でしか利用してはいけません。研究に使ってはいけません。同意の範囲を超えると自分の体の一部である元の状態に戻るというふうに、考えられてきた。だから、多目的利用の禁止という規範ができるわけであります。で、ゲノムの情報を考えてみますと、ゲノムそのもの、DNA、 物質としての DNA はですね、これは先ほどのマテリアルとして見ればものなんですけれども、情報はどうなのかということが実は問題になります。で特に人のゲノムの情報は、当初研究されていた対象は一つ一つのシーケンス情報でありました。で、人の組織とか細胞を使ってゲノムのシークエンスを解析していくんだということでできたのが、いわゆる参照指針であります。で、したがって第一段階で考えていたのは人のゲノムのシークエンス解析であって、人であれば誰でもいい、誰でもいいという言い方はあまり良くないんですけれども、要するに人間のゲノムを解析するんだ、ATGC の並びを全部解析するんだということでしたので、誰のゲノムである、誰の細胞であるということは必ずしも重要ではなかった。だから連結不可能、匿名化というものが中心でありまして、すいません、NSP じゃなくて SNPs ですが、SNP ですけれども、SNPs 解析はしかし例外で、ある人のある部分のゲノム情報が何らかの疾患に関係するということを調べる。したがってその部分だけは例外的に連結可能、匿名化をして研究をするんだというふうに考えられてきました。でそのことが捉えられていればですね、被験者の保護はインフォームドコンセントで同意をいただければ、それで動き始めるということになります。でところが2003年にヒトゲノムシークエンス全解析を完了いたしました。でその次の年に前の個人情報保護法というのが成立をいたしました。でそうなりますと、実はゲノム情報、ヒトゲノム遺伝子解析というのは新たな段階に展開していって、
その人であればということではなくて、 A さんの遺伝情報、 B さんの遺伝情報というのは非常に重要になる。でしかもその遺伝情報、ゲノムのデータっていうのは、それに関連する医療情報とか環境情報なんかの周辺情報と一緒になって、連結した形で研究に用いられ、その成果が応用される。でしたがって第2段階では、つまり人のゲノムのシークエンスが全部分かった段階では、原則は連結可能匿名化でないとですね、せっかく分かったデータが十分に利用できないことになってしまう。ところがですね、実は参照指針は、最近こう方向変わってきてますけれども、2000年以降もずっと原則連結化不可能匿名化だったんですね。で原則が切り替わっていないので、研究者の先生方は非常に苦労されておりましたし、倫理の立場から見ていてもですね、やりにくいだろうなと思いながら議論をしていたところがあります。でしかも、その研究の方向がどんどん進化をしてきまして、大量のマテリアルと関連情報を収集して大量のバイオ情報を解析するという方向に移りました。で、そのあたりからバイオバンクと遺伝情報データベースを構築するということが重視されてくるようになります。で、バイオバンクそのものはもっと前から始まっていたんですけれども、日本でもこういう方向が見えてまいります。で、現在は私は第3段階だと思っているんですけれども、統合データベース、NBDC の統合データベースだけではなくて、いろんな形でバイオバンクとデータベースが作られています。バイオバンクジャパンにしろですね、DDBJ にしろですね、かなり大量のそのマテリアルとデータが集まっている。つまり、ソサエティ 5.0 で政府が言っているビッグデータとしての実はバイオデータというのが今第3段階の印だと私は思っております。ということは、これまでのその一人一人のデータを解析する、それを集めて何か研究の成果にするということだけではなくって、ビッグなデータがたくさん集まった段階で今までの一人一人に対応したものとは違う新たなその解析の方法なりですね、成果なりが出てくるだろうと。つまりデータがビッグであればあるほどデータの価値も高まっていく可能性がございます。で、それはただし従来のおそらく研究の手法ではなくって、データそのものを科学的に収集して加工して、そこから解析をして、それに新しい意味付けを与える、まあ価値の発見創造ということが必要でございます。若干手前味噌ですが、滋賀大学でデータサイエンス学部ができまして、おそらくデータサイエンスがこれからそのバイオデータの分析についてもですね、非常に大きな役割を果たすんだろうというふうに確信をしております。で、その段階に来て、やはり NBDC 統合データベースというのは第3段階への架け橋というか、第3段階の入り口として考えるべきだろうと思います。で、これは私が他のところで実は作った図です。ですね、 BBDB と書いてあるのはバイオバンクからデータベースの略ですけれども、いろんな人から、例えばバイオバンクジャパンにしろ、もしくは UK バイオバンクにしろですね、バイオバンクとしてマテリアルを集め、そこから遺伝情報を解析して出していくという場合には、こういういろんな要素を考えて作り上げれば、この中に個人情報の保護も入りますし、からさまざまな形の差別の回避ということもできることになります。で、しかも国が一番下に書いてありますが、きちっと法律を作って体制を整えるということが実は必要であります。この説明は今日はいたしませんが、ご覧いただければと思います。で、そういう段階に来て個人情報が改正され、で、ゲノム情報は個人識別情報だという
位置づけが与えられました。でかつ匿名化で今まで使っていた連結可能不可能という言葉も使わなくなる。でむしろそれに代わって適切な管理の必要性というものが、強調されてきます。で言い方は変わり、もしくはその管理という方向に動きましたけれども、これまでと実は格段に難しくなったわけではないと考えております。もう今から何枚かのスライドは個人情報保護関連のスライドですけれども、個人情報保護が始まったのは平成15年17年から動いているんですが、今回の改正ではですね、いろんなその個人情報の有用性というのが強調されて、しかし保護のための委員会、これ前の法律ではなかった新しい機関が政府の中に できて、で、しかも、研究機関、研究者は前はどちらかというと外に置かれていたんですけれども、きちっと中で法的な義務も課されるようになっています。で、個人情報保護法改正のポイントはいくつかございますが、この青で書いてあるものがですね、やはりバイオデータもしくは遺伝情報データと関わる部分で、個人識別情報という言葉が入り、から要配慮個人情報という言葉が入ります。でつまり個人情報をきちっと保護しましょうねということを、この新しい言葉を使って、主張し表して、いるわけですけれども、同時に有用性を確保するために、匿名加工情報であれば研究なりもしくはその他の事業に使っていいという方向が明らかになっておりますし、何よりも流通、情報の流通という点で第三者提供におけるオプトアウト、私は嫌やと、嫌よと言った人の情報だけは外すけれども、それ以外は全部使えるというようなこと、からトレーサビリティ、ある情報がどこまでどういうふうに言っているかということも追いかければですね、それは情報の確認、から情報の価値という点では非常に重要ですし、ただしデータベースを提供をすることによる罪というのが課されます。つまり適切なデータベースの使い方でなければそれは処罰されますよということも付け加えられております。で用語の定義、今先ほど申しましたが、個人情報というのは個人識別情報で、それだけで個人が特定できる、個人を特定する情報とは言っていません。識別なので他の情報と照合して A さんだということが分かる。であるその遺伝情報だけ一つ取り出してですね、これは誰でしょうかということを個人識別情報と言ってるんじゃなくて、つまり個人特定ではなくてですね、そういう性格を持っているのがゲノム情報ですよということでありますし、場合によってはその他のバイオデータもそういうことが可能になるかもしれません。から連結可能不可能というのは言葉が少し誤解をされていたり、現実に全ての機関で必ずしも同じようには使われていなかったということもあって、一本化して匿名化されている情報ということで、個人を識別できるかどうかということが基準にされています。で、そうなると今まで使っていた対応表どうなるかということなんですが、対応表を適切に管理していれば連結可能不可能と言わないで適切に管理していれば利用してよろしいというこという方向に実は動いている。でただし従って機関の中で対応表の管理に関する適切なルールを作ってですね、それをみんなが守らないといけない。で守っていればどうぞどんどん利用してくださいという話である。でインフォームドコンセントの手続きにおいてもですね、病歴を含む要配慮個人情報、ゲノム情報も含みですが、これは原則同意が必要ですと。でしかし研究等で場合によってはオプトアウト、みんなに
例えばインターネットとかですね、大学病院の入り口にこう大きなポスターを貼るとか、いろんな情報を公開しておいて、私はそのプロジェクト、例えば研究からに入るのは嫌ですと言ってオプトアウトする可能性を定めておけば、それは同意がなくともですね、元の同意がなくとも利用できますという形にいたしました。で、指針の上でインフォームドコンセントは、数えてみると21項目かなり長い、リストがあるんですけれども、個情報上の同意は機関がルールを定めていればそれに基づいて意思表示をするという形になっています。から既存資料、情報を自分の機関が利用する場合と、それからこれはその、利用する場合ですが、自分の機関を利用する場合ですが、IC が必要かどうかという、現行の指針と、最終的に出来上がった指針とで、変更がございます。匿名化をする、匿名加工情報、非識別加工情報にするという形を取っておいて、これは使ってよろしい。だから匿名化されていない場合であっても、通知とか公開をしてオプトアウトしてもらえば、それ以外は中に入っている情報なので使ってよろしいという考え方であります。で、同じようなことは他機関に既存の資料とか情報をご提供する場合でも、やはり重要なのはオプトアウトの可能性があればという条件がありますし、それから社会的に重要な研究とか、もしくは成果の応用かどうかということを判断をすればよろしいという形になっています。で、したがって何度も申しますが、オプトアウトの機会を与えると、必ずしもその全ての一人一人の人に拒否の機会を保障する必要はありませんけれども、その、機会があればというかですね、原則として、みんなに保障できるような体制を取りましょうということで、あります。で、それがですね、実は今度は外国に対する提供ということが今実際に問題になってきておりまして、日本のルールと外国の個人情報保護のルール、特にバイオデータに関する個人情報保護のルールが全く一緒じゃなくてもですね、同レベルでないとその外国には出してはいけないという、共通ルール化を目指しています。で、ごく最近ですが、 EU が個人情報保護に関する規則を新たに作りまして、そこではですね、EU と同じように十分な個人情報保護がの体制が取られているところでなければ EU のデータは出してはいけないという形になっているので、日本と EU が協議をいたしまして、先日 EU から日本の個人情報保護の制度は十分であるという認定を受けましたから、そうなると日本と EU との間で今度はデータベース、データのやり取りができるという状況ができています。で、そういう意味でですね、社会的重要性ということが一つ付け加わっているということと、オプトアウトの手続きを保障するという、この2つでもってこれまでおそらく研究者の先生方難しいなと思われていたことがですね、やりやすくなったのではないかと私は思っております。現場の先生はそうじゃないかもしれませんが、制度としてはそういう方向に動いてあります。で、したがってその法の改正の意義というのは、個人の自由意思で同意をするんだけれども、それがきちっと確保できていれば、どんどんその情報を提供するようにしましょう。で、こういう考え方はですね、日本だけが厳しいわけではなくって、実は EU の方がもっと厳しかったので、むしろ日本が遅れていたので、個人情報保護法を作るときにも、もしくは指針を改正するときにも、その EU とも、EU のルールとの
関係も考えながら改正をしてきております。すみません、若干時間を超過していますが、で、じゃあ NBDC のバイオデータベースはどうやっているのかということなんですが、NBDC では NBDC のバイオデータのシステムそのものの構築を研究計画というふうに考えて、JST の倫理委員会で、それを倫理審査すると、私が座長ですけれども、で、データベースの適切な体制を構築し、でその中に安全管理措置を組み込んで、入りと出の管理、まあ、匿名化という手立てを取って入りと出をきちっと管理をする、で3段階の利用スキーム、まあ、公開で待機データはまだ公開されてないんですが、基本的に2つの種類で公開する、データの種類によって公開の差が違うという形になっておりますし、実際に先生方が個別にデータを利用されるときには、ヒトデータ審査委員会というところで個別の研究計画を出していただいて、そこで審査をするという形になっておりますし、から NBDC は、まあ、ナショナルなデータベースですから、NBDC 以外のさまざまなデータベースと今後どんどん広げていくという方向を取り始めております。 DDBJ とは当初から協力関係にあります。これが全体の形で、これは協力体制にある下半分は遺伝学研究所になります。で、データの提供からセンターに入ってデータを利用するという流れが、オープンデータ、制限公開データから公開待機データ、匿名化前公開留保という、こういくつかの種類に分けて取り扱いが違うという形ですし、これはさまざまな NBDC 以外のデータベースと、まあ、協力をするという、まあ、一つの例でして、DDBJ とはこういう形で協力をしていると。で、まあ、結びですけれども、統合データベースの体制はきちっと個人情報保護の観点からちゃんと出来上がっていると思いますが、データが提供していただかないとそれ以上は進まないので、まあ、研究者もしくはお医者さんの先生方からデータをどんどんその NBDC に入れていただくということが必要ですし、から提供元にしろ利用先の先生方にしても個人情報の保護体制とか手続きをきちっと作っておいて、それを実施するということ、からさらに海外のデータベースとの間で、EU だけではなくて、他のデータベースともデータの提供、理由を進める必要がございますし、でおそらく先ほど少しデータサイエンスのことを言いましたが、データの解析手法がまたこれから進化していくんだろうと、私は思っておりまして、いわゆるビッグデータの価値の問題でありますとか、から AI を利用した解析、データ解析なんかもこれからどんどん進んでいくということは、逆にそれに伴って個人情報保護をしなければいけない新たな側面も出てきますので、きちっとそれに対応した仕組みをこれから作っていく必要があるということでございます。少し超過してしまいまして申し訳ありません。以上でございます。ありがとうございます。